やっぱり責任感っていうのはとてもありまして、何よりテニスをやってる人に多く読まれてるっていうのもすごく大事なところで、僕のことを見たらあれ A ちゃんだって言ってくれる人もいて、その時に思ったのがちゃんと自分も役になりきれてるんだなっていうのも嬉しかったですし、毎日毎日自分に苛立つこともあったり勉強だったりすごく刺激になることが多くて、スタッフの皆さんの言動だったり支えがあったから、行動があったからだと思います。本当に一人じゃ、成し得なかった作品だったと思います。この作品が終えられたことがすごく嬉しいです。お疲れ様よ。ベイビーステップはテニスの魅力がたくさん詰まった作品、そしてキャラクターの成長が垣間見える、その成長の過程がすごくわかる作品となっております。皆さんもぜひご覧ください。松岡晃大でした。